それではお待たせいたしました。セミナーに入らせていただきます。今日のテーマは、がんと教育。講師は、大阪生母女学院中学校高等学校の植木正人校長ですが、植木先生のお話の前に、現在、がん教育についてどのような取り組みが実際に行われているのか。また、がん対策基本法の推進基本計画にも盛り込まれている、がん教育の普及。 について国や自治体の取り組みについてまず皆さんに知っていただきたいと思っておりますえこちらについてお話をお伺いしますのはこの後パネリストとしても登壇していただきます日本対岸協会のアナミリエさんですアナミさんのプロフィールについて皆様お手元のプログラムぜひご覧いただきたいと思いますそれではアナミさんお願いいたします 皆さんはじめまして、アナミリエと申しますす今日はよろししくお願いいたします、えー、まずはじめにですね、えーとまあ、自己紹介も兼ねてお話をさせていただきたいんですけれども、<laughs> 私は今30歳で、今年31歳になります。で、23歳の誕生日を迎えた直後に子宮頸がんというがんが分かりました。で、そうしまして、えー、治療を進めていったんですけれども、 えー、2年前の2010年に初めて自分の体験談をもとに啓発活動というのを始めました。そして、えー、実は、えー、今学校で、中学、高校、大学で、えー、命の授業というのをさせていただいているんですけれども、その一番初めのきっかけとなったのが、今日の主催の一つである、キャンサーネットジャパン様からいただいた、えー、機会がありまして、こちらのですね、 えー、世の中かという、えー、杉並区の、東京都杉並区の和田中学校というところである授業をやらせていただきました。えー、テーマがですね、中学生は癌を知る権利があるのかということで非常に難しい問題だったんですけれども、えー、司会が田原総一郎さんで一緒に、えー、進めていったんですけれども、この主張 A、B というのがありまして、一番初めはですね、えー、こちらのどちらに どちら、えー、どちらに自分が属するかというふうに生徒たちに聞くんですね。で、その時主張 A というのが直接本人に癌を告知すべきである。そして主張 B というのが保護者に告知し判断を委ねるべきである。で、これについて、えー、学生たちに聞いたところ、えー、自分は受け入れられる自信がないので言わないでほしいという生徒がいらしたんですね。で、授業を進めていく中で、 私が実際にどうやって乗り越えたのか、家族とか友達がどれほど自分の支えになってやっと乗り越えることができたのかという話をしましたところ、最後にもう一度この質問をしましたら、生徒たちの意見が、直接聞きたいと、自分で直接聞いて、そして乗り越えられる方法を自分で探したいと、家族に甘えたいということで積極的に自分でこの、 えー、告知を受けたいというふうに意見が変わりました。で、それが学校で授業をさせていただいた初めての機会だったんですけれども、まあ、この時に私は、えー、非常に感激しまして、それまで実は、子宮頸がんの啓発ということで体験談を話していたんですけれども、えー、これをじ、この授業がきっかけで、えー、まあ、まさに私がやりたかったのはこれだということで、 えー、学校での講演を始めました。で、その頃ですね、えー、これはちょっと、えっ、ー、と、私は今、日本対癌協会というところで働いておりまして、えー、国の癌啓発の方を携わっているんですけれども、少し、えー、今の法的なところをお話ししたいんですけれども、 えー、昭和56年、私が実は生まれた年なんです。1981年に日本人の死因の第1位ががんになりました。で、それから国は、えー、10年ごとにいろいろな戦略というのを作ってきたんですけれども、それでもがんで死亡する人が減らないというところで、平成18年2006年6月にがん対策基本法というのが成立しました。そしてそれを、えー、5年経ってですね、 えー、あ、すいません、失礼しました。この平成19年6月に、えー、その法律を進めるために、がん対策推進基本計画というのが、えー、策定されました。そして、この計画というのは5年の、えー、くくりで、えー、進めていくものだったんですけれども、その5年がちょうど経過しまして、ところが、いまいちまだまだ、えー、懸念事項が残るといったところで、 新たにですね、この基本計画というのを見直すことになりました。そしてつい最近、えー、それが、えー、6月に正式に改定されまして、また新たな、えー、基本計画というのができました。ちょっと細かいんですけれども、その中にですね、えー、書かれているものなんですが、えー、基本的に がん検診の受診率というのが20%から30%程度であるなど、がんに対する正しい理解が必ずしも進んでいない。さらに、職域でのがんの普及啓発、がん患者への理解、がんの薬が開発されるまでの過程や知見に対する理解、様々ままな情報端末を通じて発信される情報による混乱など、新たなニーズや問題も明らかになりつつあるということで、 新たに、その現状に対して取り組むべき対策というのが組み込まれました。そのうちの一つにですね、癌教育普及啓発というのが入りました。子供に対しては健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理し、癌に対する正しい知識と癌患者に対する正しい認識を持つよう、教育することを目指し、5年以内に学校での教育のあり方を含め、 健康教育全体の中で、癌教育をどのようにするべきか検討し、検討結果に基づく教育活動の実施を目標とする。そして、えー、身近やあ、自分や身近な人が癌に罹患しても、それを正しく理解し、向き、向かい合うため、癌の普及啓発活動をさらに進めることを目標とする。ということでですね、 実際にまだ文部科学省の方ではなく厚生労働省の方なんですけれども学校という教育現場の中でその癌教育をどのように入れていくかというのを5年をかけて検討していこうじゃないかという活動が始まりましたですのでがん教育という言葉をですね皆さんもちらほら耳にされる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども私たちの啓発している団体の中でもがん教育の定義というのがまだ 全く決まっていない状況です。そのうちの一つとして今日ですね、大阪聖母女学院のこの後植木校長の方からご紹介をいただきます新しい面白い取り組みというのを一つ今日はご紹介できたらなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。